みなさんこんにちは。こんにちは。マネアンデュー TV の頼藤大輝と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか？イエーイ。はい、本日のテーマですけれども、 FP 夫婦直伝、夫婦円満で幸せな人生を送るための夫婦で話すお金のポイント、イエーイ。はい、ということで僕たちはこちら書籍の著者でございます。著者でございます。初めての23のイデコ、初めての資産運用、定年後ずっと困らないお金話、大好評発売中ですので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて本題に戻りますけれども、僕たちね FP 夫婦なんですよ、実は。はい、で高山はねちょっと芸名でね高山になっておりますけれども夫婦でございます。はい、はい、でお伝えしますけれども、まずはですね、夫婦円満に話し合うための7つの秘訣ですね。はい、夫婦でお金のことを話した方がいいとみんな思っているけれども、それができないのは喧嘩になってしまうとかね、不機嫌になってしまうなどがあるわけですよね。はい、よってパートナーシップの部分も意識しないと難しいという点がございます。ですからこの7つの秘訣があるわけですね。はい、1つ目が相手のことを大切に扱い誠実に接する。そして相手の話をしっかり聞く。はい、3つ目が自分の本当の気持ちを相手に伝える。4つ目が2人の 100% の合意で決める。問題があればその日のうちに必ず解決するということですね。そうですね、あの私たちもよく2人でカフェ行ったりホテル行ったりして、うん、まあ、こういうことを話し合ったりしますよね。そうですね、まあ、喧嘩することもありますけれども、はいはい、必ずその日のうちに解決するようにしておりますね。はい、まあ、次の日に持ち越さないということですよね。はい、まあ、これが パートナーシップとして大事なのかなと思っております。はい、続いて5つ目が、うん、夫婦は運命共同体であると認識するということです。お金がどちらから入ってきても夫婦のものであると捉えるっていうことが大切なのかなと思います。これは結構難しいですけどね、うん、結構難しい話なんですが、はい、何もジャイアン的な話じゃなくて、はい、ね、お前のものは俺のもの、うん、俺のものは俺のものっていうことではなくて、もう共有しようっていう、そういう考え方を取り入れてほしいなと思っております。はい、はい、そしてですね、データ数字事実を出発点として話し合うっていうことが大事です。はい、はい、まあ、これも、ね、データ数字事実がないと感情論での話し合いになりがちですよね。はい、そうするとなんかよくわかんないけど話終わっちゃったってことで終わってしまうと思うんですけども、はい、その議論に戻る際の目印が必要なのかなと思っております。はい、はい、で今日は、ね、こうデータ数字事実ということもお伝えしたいと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、でこの1から6番までをですね、自分たちだけでできればいいんですけれども、難しい場合はこちら7の視点も必要ですね。はい、第三者であるお金の専門家に夫婦で相談するということです。そうですね、こちらの私たちのところに相談に来ていただくと、まあ、例えばこう冷静に話せたりとかですね、あとは本音が出たりということもありますので、まあ、ぜひ困った時は相談来ていただきたいと思います。はい、ということでこの夫婦円満に話し合うための7つの秘訣を元にしてですね、はい、夫婦で話すお金のポイントは4つまとめました。はい、はい、で1つ目がですね、ライフプランを共有する。2つ目が支出の価値基準を明確にして価値観を共有する。はい、で3つ目が共通の財布を持ちお金の流れを見える化ですね。で4つ目が資産運用の考え方、ポートフォリオを共有するということでございます。はい、1つずつ見ていきたいと思います。はい、まずはライフプランを共有するですね。まあ、いつまでにどれくらいお金を貯める必要があるのかだったりとか、キャリアプラン、住居問題、住む場所、そして子どもの教育という観点でございます。はい、はい、共有したいライフプランはこれも4つあるんですけれども、4つ、はい、1つずつ見ていきたいんですが、はい、まずは各自夫婦で叶えたい夢や希望ですね、はい、これを共有しましょうってことです。うん、うん、でもいきなりライフプラン表を作るってなると大変ですので、はい、まあ、まずはざっくりでいいんですよ。うん、それがおすすめしているツールがこちらですね、タイムバケットです。はい、まあ、過去動画でもよく出てくるものなんですけども、うん、これは自分の年齢年代をバケツに見立てて、うん、各年代ごとに自分のしたいことを記載したものになっております。うん、まあ、5年区切りだったりとか10年区切りでも OK です。はい、でこれを皆さん自身各自がまずやりたいこと、そして夫婦で達成したいことっていうのをこう書いていただくってことですね。うんうん、でそれを共有しましょうってことです。はい、まあ、そうすると残りの人生でいつ何をしたいのかなっていうのが明確にできるわけですよね。うん、はい、でタイムバケットを作るときに注意しないといけないポイントがこの3つのポイントです。はい、健康、お金、時間なのかということですよね。うんうん、で健康のところでも
例えば同じスポーツでも20代でやるのと50代でやるのってプレーの楽しさが違うじゃないですか、はいはい、同じ旅行先でも感じ方って変わりますよね、はい、ということなので将来のためにずっと貯蓄してね節約して苦しい生活を送らないといけないとかじゃなくて、うん、今の生活も楽しみつつ将来のこともやらないといけないというこのバランス感覚が必要だということです、うん、そうですね、はい、でこの若いうちにお金を使うということは結構大事でして、はい、それをねよく提唱しているのがこちらなんですけども、うんうん、これねビル・パーキンさんのダイビズゼロという本にあるんですけども、はい、すごいいい図なんで僕たちも使っております、うんうんはいはい、これはね経験を楽しむ能力経験ポイントというのは若いうちの方が高いですよねということなんです、はいはい、若い時に経験したことっていうのは複利効果になって後々の自分に役立ちますよね、まあ、こういう視点なわけですよね、はいはい、だから自己投資とかもちゃんとした方がいいしちゃんと経験もたくさんしておいた方がいいよねということで若い時にこそちゃんと時間もお金もかけるべきだっていう考え方になっております。うん、でもね若い時ばっかりお金と時間かけすぎちゃうと将来の時に悲しくなってしまうこともあるので、まあ、ここはちょっとバランスなんですけども何も将来のためだけに我慢するしすぎる必要はないのかなということですよね。そうですね。なんで私たちも子供がいるんですけれどもやっぱり子供にはねたくさんの経験をさせておいた方がいいかなということもありまして、うんうんまあ、子供との時間をね大切にして過ごしてますね。はい、いろんな、ねはい、ところに旅行行ったりとかねしております。はい、はい、続きまして、キャリアプランですね。はい、はい、働くに対する価値観まあ、ポジティブなのかネガティブなのかっていうのもあると思うんですけどもそちらを共有していただく。そしてどんな仕事をしたいのかだったりとかいつまで働きたいのかまたはいつまで働かないといけないのかっていったところを一緒に共有してほしいんですよね、はい、その時に働くっていうのをネガティブに捉えるだけじゃなくてやっぱりこうポジティブな方向に変えてほしいんですよ、はいまあ、長い付き合いになるじゃないですか。それはお金の面だけじゃなくて健康とか生きがいにもなるわけじゃないですか働くっていうのは、はいうん、ですからここはしっかりと話し合いをしてどういう目線なのかなっていうことを共有していただくといいんじゃないかなと思っております。はい、はい、で続きまして住まいはどうするか問題ですね。はい、永遠のテーマですよね。そう、持ち家か賃貸なのかだったり、うんうん、子供を都市部の有名校に通わせるのか、はい、地方でのびのびと学ばせるのか、うん、で物価の安い国に行くのかとかね安い地域に移住するのか、はいまあ、その時に医療とか教育制度の調査は必要なんですけども、うんまあ、この4番目のね子供にどんな教育を行うかっていうところともね密接に結びつくところなんですけども、うんうん、まずはですね購入と賃貸っていう視点がありますよね、はい、でそのメリットデメリットをまとめたのがこちらですね。はいはい、ここではね全部は読まないんですけども、うんまあ、見ていただくとそれぞれね該当してますよね。そうですね。そうだ一長一短あるっていうことなんですよ、うん、そうですね。このメリットデメリットだけを見て、うん、絶対にこっちがいいっていうのは言い切れないわけじゃないですか。はい、はい、ということで、うんまあ、それぞれあるしそして金銭的にもねそんなに変わらないっていうのがありまして、はい、はい、こちらね試算してみました、うんうん、はい今回はね戸建て購入というところですね、はい、で賃貸の方は住み替えをしていくっていう風な観点でシミュレーションしております。はい、で見ていただくと、うんうん、経済的な差っていうのはそんなにないですよね。そうなんですよね、うんうん、そうだから経済的な差はそんなにないし、はい、メリットデメリットも一長一短あるっていう風になると、はい、選びづらいと思うんですよね。でもどうしても購入するっていうね強い思いがあるんだったらいいんですけども、はい、そういうのがないのであれば、うん、おすすめはね僕はね賃貸がいいですよと言っております。はい、その理由としましては4つあるんですけども、うんうんはいまあ、1つ目はですね購入するとライフイベントで住み続けられない可能性がありますよね。はいうん、賃貸ならば、まあ、転勤とか親の介護離婚など住めなくなった時に対応しやすいんじゃないのかという視点です。はい、で理由2つ目が賃貸は高齢でも借り続けられる可能性が高くなっております。はい今はですね人口減少少子高齢化ですよね、うんはいはい、そうすると大家からすれば、うん、日本人に貸すのか外国人に貸すのかっていう視点になるわけじゃないですか。はい、で外国人に貸すとトラブルが多いなって思う人が多いのであれば、うん、じゃあ高齢者に貸そうっていう人も増えるわけじゃないですか。はいはい、そういう目線もありますので、うん、何もねシニアになると借りられないっていうことにはなってないのかなと思っております。はい、はい、そして理由の3つ目なんですけども最新の部屋や活気のあるエリアに引っ越しやすいのかなということですね。はい、はいまあ、住宅ローン借りて買うっていうのが一般的だと思うんですけども、うん、そのローン借りてる期間って30年とか35年とか40年と長いですよね。はい、で返済し終わったタイミングの時にそのエリアってどうなってるのかなってことですよ。まあそうですね、人口減少時代ですから、はい、ちょっと活気がないなっていうエリアになると、うん、じゃあ売るに売れないってこともありますよね。はい
まあ、そういう目線もあるので、まあ、賃貸の方がいいんじゃないかなっていうところです、はい、で理由の4つ目が、まあ、住居費のダウンサイズも比較的簡単なんじゃないかなというところで、まあ、リモートワークが今進展しておりますので、はい、まあ、どうしても、ね、会社のそばに住まないといけないということはなくなってきていると思いますから、はい、まあ、こういったところもあるんじゃないのかなというところでございます、はいはい、でもですね、あの会社から住宅手当が出るんですよと、まあ、そういう場合にはですね、購入した方が経済的なメリットは大きくなります、はい、そしてですね、どうしても買いたいという場合には、うん、レクス戦略を描ける家を選んでいただきたいなと思います。そうですね、なのであの住み続けることができなくなった時に、うん、人に貸したり売却したりできるようなレクス戦略を描けるような物件を買うということが大事ですよね。そうですね、なのであの物件のエリア選定は特に大事です、うん、あとはあの借りやすい間取りなのかとかね、うんうん、そういったことも大事だと思います。はい、ということでございます、はい、続きまして、子どもにどんな教育を行うのかということで、まあ、保育はどうするのか、まあ、共働きで保育施設に預けるおは家で育児ですよね、うんうん、はい、あとは公立なのか私立なのか、習い事を習わせるのか、どんな習い事を習わせるのか、いろいろありますよね、うんうん、はい、はい、でまずはね、データをお見せしたいんですけども、うん、こちらが幼稚園から大学卒業までの教育費の目安になっております、はいはい、どのルートに通うかによって金額が結構変わってくるの分かりますかね。そうですね、はい、一番安くて819万円ですね。そして一番高くて3291万円になっておりますけども、これ、大学がですね、医学部とかだともっと高くなるんですよね、はい、というところで、まあ、あくまでもご参考なんですけども、はい、こういった金額は用意しないといけない、準備しないといけないということになります、はいはい、そしてですね、今はですね、東京都に住む子たちは8割から9割ぐらいが中学受験するようになっておりますので、はい、その中学受験にかかる費用も、ね、あるわけですよ ね、 そうですね、はい、簡単にまとめたのがこちらです。某進学塾のね、目安なんですけども、はい、まあ、大体今4年生から通い始めるんですよね、はい、で4年生から6年生までだと、まあ、大体225万円になります、はい、でこれには入会金とか教材費テスト代が含まれてませんので、うん、それを含めると250万円になるわけですよね、はい、これが塾に通うための費用になります、はい、で中学受験の費用はまた別途ありますよね。そうですね、はい、受験費用がありますよ、はいはい、そして受験して受かったら滑り止めのための、ね、延納金もかかってきますよね、はいはい、そういうことを踏まえるとだいたいトータル300万円ぐらいかかるということでございます、はいはい、こういうお金も準備しないといけないふうになっておりますし、はい、そしてですね、どうやってじゃあ家計で準備するのかなという判定なんですけども、まあ、高校までの費用はですね、家計で負担しましょうということです、まあ、それまでお金貯めておくというよりは家計でやりくりしていくという考え方で、お見せしているのがですね、国公立に通った場合の教育費でやっております。はい、はい、で私立の場合は下の吹き出しを見ていただきたいんですね、うん、はい、小中学校は月10万円と、うん、で高校は月7万円を家計でやりくりするという観点になります、はいはい、でこちらがですね、大学の費用の目安ですね、うん、はい、4年間合計を右側に書いてるんですけども、はい、まあ、国立だと243万円、うん、私立理系だと551万円ということで、うん、はい、でこの大学の費用というのは半年ごとにまとまった金額を納付なんですね、はい、そうですね、だから毎月の家計でやりくりするというのは難しくなってしまいますので、はい、まあ、入学前までに300万円から500万円を貯める必要があるということでございます、はいはい、でこの大学の費用に書かれているの中には、うん、一人暮らしとか仕送りのお金は入っていないんですよ、うんうん、だから仕送りとかする場合にはですね、あの一人暮らしをするっていう場合には年間で150万円ぐらいを見込んでおくといいんじゃないかなということですね、はいはい、改めましてまとめた表がこちらです、うん、はい、はい、まあ、こういったお金がねかかってくるわけなんで、共有しておかないといけないですよねというところでございます。そうですね、はい、以上夫婦で共有したいライフプランということで4項目ですね、はいはい、でここまで来たらですね、はい、あとやっぱ細かく作った方がよくて、それがライフプラン表に落とし込むという観点でございます、はいはい、でもねこのライフプラン表ね自分で作るのめんどくさい手間だなという方は、はい、ぜひファイナンシャルプランナーを頼っていただければと思っております。はい、はい、ということで次に行きたいと思います。次が支出の価値基準を明確にして価値観を共有するということですね、はい、どんなものにお金を使うと満足度が高いのか、夫婦の趣味の価値観を共有しましょうということです。そうですね、これは例えば夫がねゲームばっかり買ってて奥さんからしたらと思うかもしれないしまあ夫から見たら奥さんが買い物ばっかりしててね、うんうん、と思うかもしれないと思うんですけど、うん、でもそれってあのその人にとってはすごいねあの価値があるものということになると思うので、そこを共有した方がいいですよね。そうですね、うん、はい、でその支出の価値基準の明確化共有なんですけども、はい、まあ、こちら3つのポイントを用意しました。でまずはそもそも支出の価値基準がなかったというのであれば、まあ、儲けた方がいいですよねということで、まあ、自分にとって本当に必要なものはどうかっていう
ていうのを見定めるっていうこと、うんうん、と、はい、あとは支出に予算を定めて、うんうん、衝動買いをストップしましょうねってことです、はい、いくらね買い物で自分が満足度高いからといって買いすぎたらお金なくなっちゃいますからね、はい、そこの予算を決めましょうということで、はいはい、価値基準がないなら夫婦で決めましょう、予算を決めましょうということです、はい、続いて日常の消費が全てワンランク上というところで、これはねまあ結構稼いでくると上がってきちゃうものなんですよね。そうですね、うん、ですからどうしてもこだわりたいものにはこだわって、うんはい、優先順位の低いものは安く済ませるっていうメリハリをつけるといいのかなと思っております、うん、はい、はい、見栄買いは読みましょう、うん、ね、はい、自分たちが満足するのか他人に見てもらうためじゃなくてね、うんうん、それで夫婦のって、まあ、価値基準というところと優先順位を決めようというところでございます、はい、そして最後ですね、うん、費用対効果を意識していないっていうこともあるのかなと思ってまして、はい、その自分が買った買い物は果たして満足度が本当に高かったのかっていう振り返りですよね、まあ、自己投資もそうだと思うんですよ、うん、あの英語塾に通ってちゃんと、ね、うん、結果出たのかなとかね、うん、スポーツジム通って結果出たのかなとかね、はい、そういう振り返りって大事じゃないですか。 PDCA、 そう PDCA、 仕事では皆さんできるでしょうから、はい、支出でもちゃんと振り返りを行って次に生かそうという視点です。はい、はい、でこの支出の価値基準の明確化共有をぜひしていただければと思います。はい、はい、続きまして3つ目ですね、共通の財布を持ちお金の流れを見えるかということでございます、はい、で夫婦のお金はですね、管理方法が4つあるんですね、はい、こちらです、はい、でまず1つ目の共通の財布型というのは、うん、お互いの収入を1つの口座にまとめちゃって、はい、でそこで生活費、固定費だったりとか貯蓄、うん、そしてお小遣いも準備するよということです、はいはい、でこれはですね、うん、お金の流れが見える化しやすいんですが、うんうん、収入差がある場合には自由に使えるお金が減るため不満になりやすいんですね、はい、うん、だからこれ一番は確かに理想ではあるんですけども、うん、不満にはなりやすいというところなんですよね、はいはい、で2番の共通の財布型というのは、はい、お互いが入れるお金というのは生活費、固定費、貯蓄のお金を入れるんですよ、はい、でそれ以外のお金はお小遣いとして自由に使っていいよということなんです。はいはい、まあ、お小遣いとして全部使ってもいいし、お互いがそれぞれ貯蓄してもいいし投資をしてもいいよねというところでございます。はい、はい、で3つ目がそれぞれの財布型ということで、うん、これは固定費担当、生活費担当っていうふうに分けるってことですよね、はい、でお互いがそれぞれ、お小遣いとか貯蓄もやっていいねっていう感じなんですけども、うん、まあ、自由に使えるお金が多いんですが、まあ、相手の貯蓄が分かりにくいし無駄な、ね、支出も多くなりがちということで、うん、まあ、こちらなかなか難しい感じ、ね、方法なんですが、はい、共働き世帯に多いんですよ ね、 ね、結構パワーカップルどっちも稼いでるっていうところ多いですよね、うん、そうそうそう、で相談の場で、うん、そんなに貯めてなかったのっていうことが明確になるということでございます。はい、で最後4つ目の全額負担型というのは、うん、まあ、専業主婦世帯とかパート世帯に多い管理方法なんですけども、うん、まあ、稼いでる方がですね全部負担しようというところでございます、はい、まあ、生活費も固定費もお小遣いも貯蓄もして、うんうん、で、まあ、パート主婦、専業主婦はまあお小遣い貯蓄を自分でするということですよね、はいはい、で夫婦の収入に差がある場合は有効なんですけども、うん、まあ、収入の多い方が不満が、ね、大きくなりやすいというところでございます、ね、やっぱりこのパートナーシップの問題が4番のところだと絡んでくるのかなというところですね、はいはい、でおすすめは共通の財布を作ることですよね。2番ですよね。もう2番ですね。やっぱりお互いの収入から決められたか、額を出して生活費や固定費の支払いを行って貯蓄も行うと。でお互い出し合って残った分はお小遣いというルールにすれば自由に使えるお金も多くなってストレスも少なくて済みます。はい、ということでこの2番の共通の財布型がいいわけですけども、その時にねやっぱ先取り貯蓄というものも意識してほしいんですよね。はい、先取り貯蓄はまずお給料が入ったら貯蓄分を取り分けて残りのお金で生活をすることです。そうですね、はい、でお金が貯まらない家庭っていうのは、うん、このお金が余ったら貯蓄の後から貯蓄をしていることが多いんですよね。はい、で、まあ、収入が入ってくるとねそれ結構使っちゃうんですよ。うん、それはねパーキンソンの法則っていうのがあるんですよね。はい、あの収入が増えた分だけ支出額も膨張するっていうものですね。そう、共稼ぎね夫婦の世帯には多くて、はい、うん、やっぱね使っちゃうんですよね。ねえ、やっぱり収入増えたらね今まで我慢してたものを使っちゃうからとか思いますよね。そうそうそう、だけども、うん、それだとたまりませんので、うんうん、ちゃんと先取り貯蓄で貯蓄する金額を決めて残ったお金を自由に使うっていうスタンスに変えていただきたいなと思っております。はい、できちんとねその先取り貯蓄で貯め時にお金を確実に貯めるってことが大事ですよね。はい、人生にはお金の貯め時は3回あるというふうに言われていて、うん、はい、まずは独身時代、うん、それから子供が小さい時、うん、それから子供が独立した後ですね。はい、自分がどの時期なのかなっていうのを意識していただいて、うんうん、はい、貯め時であればぜひ貯めていただきたいなと思っております。はい
はい、そして最後ですね、資産運用の考え方、ポートフォリオを共有するというところでございます。はい、はい、でこれはですね、夫婦で全体でバランスを取るっていうことが大事ですね。はい、まあ、5項目ありますけども、夫婦全体でバランスがキーワードです。はい、はい、でまず1つ目が、夫婦全体でリスク許容度を考えてリスクを取るということで、はい、でリスク許容度というのは何かと言いますと、はい、自分が損にどのくらい耐えられるかというのを示した度合いになっております。はい、はい、こちらはね、収入、資産、年齢、投資経験、リスクに関する考え方ってありますよね。はい、でこの上の4つの指標っていうのは客観的に高いか低いかっていうのが分かりますよね。うん、でも上の4つの指標でどんなに高いとなったとしても、一番下のリスクに関する考え方がですね、自分は慎重なんだということであれば、このね、一番下の部分が影響力が大きくなるわけなんですよね。はい、はい、でまあ、これはね、リスク許容度が高いからいい、低いから悪いってことではないので、はい、自分にとってどれぐらい耐えられるかなっていうことを考えていただいて、うん、そして夫婦で共有しましょうってことです。はい、で夫婦でリスク許容度に合った夫婦全体で資産配分を決めるっていうことが大事なのかなということですね。はい、はい、でその時に意識するのが、長期積み立て分散低コスト投資を実践するだったりとか、はい、NISA、iDeCoっていったね、非課税制度をフル活用するという目線、はい、そして4番のコアサテル戦略を実践するということですね。はい、でこのコアサテル戦略はね、過去動画でも何回も登場しますけれども、はい、まあ、大部分を安定成長長期運用の資産で持っておいて、うん、一部でね、積極運用だったりとか短期売買をするサテライトに分けるということですね。はい、はい、でこれは夫婦どちらもコアサテライト戦略を実践してほしいんですよ。はい、うん、夫婦どちらかがコア資産で、うんうん、どちらかがサテライト資産担当とかじゃなくて、はい、どちらもコアサテライト戦略を実践していただいて、リスク許容度が高いんだったらサテライト資産を多めにしようかなとか、うんうんうん、リスク許容度が低いんだったらコア資産を低めにしよう、あ、ごめんなさい、サテライト資産を低くしようかなっていうふうな考え方で、うんうん、夫婦全体でバランスを取っていただければと思っております。はい、はい、まあ、ぜひねこれをね実践していただければと思います。そしてですね、うんうん、資産状況の確認とか共有だったりとか、うんうん、必要に応じてリバランスも必要ですよね、はい、ということですね。まあ、ずっと放置にはならないと思うんですよ。定期的に自分の資産状況を確認していただいて、うんうんうん、で自分のね資産がリスク資産が多くなりすぎているのであれば、うんうん、夫婦全体見た時に調整が必要ですよねというところです。はい、はい、でリバランスをする方法なんですけども、うんうん、まあ、毎月の掛け金でちょっとずつ配分を戻していくっていう方法と、うんうん、はい、まあ、スイッチングですね、持っている資産を売却して違う資産を買い直すっていうことです。だから株を売って債券を買い足そうとか、はい、まあ、そういうやり方もありますよねということで、うん、まあ、こういった方法でぜひねリバランスを年に一度はね、した方がいいのかしない方がいいのかっていうのを、まあ、夫婦で議論していただければと思っております。はい、はい、というところで本日話したのはこの4つのポイントですね。はい、夫婦で話すお金のポイント、1つ目がライフプランを共有する、うん、2つ目が支出の価値基準を明確にして価値観を共有する、はい、3つ目が共通の財布を持ちお金の流れを見える化ですね。はい、で4つ目が資産運用の考え方、ポートフォリオを共有するということでございました。はい、そして最初にお伝えしたのが、うん、パートナーシップですよね。はい、重要です。夫婦円満に話し合うための7つの秘訣ということで、はい、こちらを大前提に念頭に置いていただいて、4つのポイントをお話ししていただければと思っております。はい、やっぱり夫婦で夢や目標も共有するし、お金のことも共有するってい う、 もうここがすごい重要なのかなと思いますよね。うん、そうですね、うんうん、夫婦が出会っているということは運命的な出会いですから、はい、大切に扱っていただいて、うんうん、そして共に人生をどういうふうに歩みたいのかということも一緒にね共有していただくと、まあ、楽しい人生になるんじゃないかなと思っております。はい、はい、というわけでこのような感じでですね、マネーリュー TV どんどん情報を配信していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと高評価もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕たち Twitter やっております。ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。 See you。